ケビン・マーシャル・グレックは、アメリカ合衆国、オレゴン州、コーバリス出身の元プロ野球選手、ウトウ・リョーダ。1996年の MLB ドラフト15巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、6月30日に、プロ入り。2002年10月15日に、FA となった。2002年10月20日にアナハイム・エンゼルスと契約。2003年8月9日のミネソタ・ツインズ戦で、 メジャーデビューを果たす。フロリダ・マーリンズ時代2006年11月20日に、クリスリー・ソップとのトレードで、フロリダ・マーリンズへ移籍。2007年は、74試合に登板し、投球回84.0で87奪三振、防御率3.5432セーブをマーク、大躍進の年となった。2008年1月18日にマーリンズと1年契約を結ぶ。 同年は29セーブをマークするも、セーブ失敗も9度と、安定しなかった。シカゴカブス時代2008年11月13日に、トレードでシカゴカブスに移籍。2009年もセーブ失敗を繰り返し、クローザーの座をカルロス・マーモルに奪われた。シーズン終了後の11月9日に、FA となった。2010年2月2日に、トロントブルージェイズと1年契約を結ぶ。 当初はセットアッパーとしての起用だったが、ジェイソン・フレイザーの不審に伴い、クローザーに昇格し、自己最多の37セーブをマークした。しかし、防御率3.51、ホイップ1.39など、投球内容は不安定で、2011年のオプションを破棄され、11月4日に FA となった。2011年1月13日に、 ボルチモアオリオールズと2年に1000万ドルで契約を結んだ。移籍1年目はクローザーを任されたが、不安定な投球が続き、終盤はジム・ジョンソンにその座を譲った。この年の7月7日には、ボストン・レッドソックスのデビット・オルティーズと乱闘騒ぎを起こし、4試合の出場停止処分を受けている。2012年9月11日にディーフとなり、14日に放出された。 2013年1月10日にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結んだが4月3日に放出される4月17日にフルスのカブスとマイナー契約を結ぶ10月31日に FA となった2014年6月2日にフルスのマーリンズとマイナー契約を結んだレギュラーシーズンでは12試合のリリーフ登板に終わり2012年まで10年連続で30試合以上に 当番していた記録がストップした。防御率10.00に非本類だと炎上し、3年ぶりに未勝利に終わるなど不信を極めた。2015年2月7日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。4月5日にメジャー契約となり25人枠入りするが、5月11日に解雇となる。20日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結ぶが、6月15日に 契約破棄条項を行使して自由契約となる。ありがとうございます。